ラモンズの話面白い。ああ。なんだっけな、ブルースでも何でもない純粋なロックンロール。うん。はい。ね。いや、でも、ビューハートはビューハートで、めっちゃブルース。あ、そうそうそう。ね、うん、まあでもなんか、よく聞くとあれなんですよ。スティーブ・ライヒのカムアウトショーゼムとかをなんか繰り返して言ってたりとか、うん、やっぱりこう、なんていうか、うんうんうん、まあなんかその当時 の, その現代音楽みたいなところっていうのと、うん、まあ、あの、まあもちろんストラヴィンスキーとか超大好きで。うんうんうん、でまあなんか その辺にこうなんかブルースをこうなんか翻訳してくる、だから結構あの頃って多分そのアメリカの現代音楽ってリズムで遊んでたりとかっていうところがあるから、うん、なんかまあその辺のことをこうなんかブルースを要するにそのか白人が作ってるなんていうの、あのアメリカ実験音楽のそのリズム感みたいなというか、まあこもうなんていうんだろう、そのノリっていうよりはすごい計算されたっていうか、うん、あのまあこうなんていうんだろう、ノリではなくて、こう、なんていうか、まあ、実験というか、その遊び的なリズムの上にそのブルースを構築していくみたいな。うん。いや、面白いなっていう話は、まあ、多分、念頭にはあったなと思います。ちょっとビル・オルコットにつなげるけどさ、はいはい。もうビル・オルコットっていうのは、あの、ハリー・プッシュの。そう、めっちゃ、うん、そうそう、あんな、なんていうかな、ハードコアな、ビューハードみたいな感じもあったし、はいはい。でも、めっちゃ、あの、根幹には多分、ブルースがあって。あ、そう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 。でもビル・オルコットはなんか別であのコンピューターミュージックやってますね。その韓国で脱退する方にも走ってるし、うん、今なんかそのミニマル方向のやつもやってたりするんじゃん、はい、ギターワークスみたいな。ビル・オルコットはね、でも本当に多分音楽っていうかブルースマニアで、俺そこまで詳しくないから詳しく喋れないけど、なんかそのなんか25ソングスっていうなんかその7インチ25枚かな、うんのなんかアルバムを出してて、なんか それでなんていうんだろう、ブルースのそのなんか名曲とされているようなものをまあ結構なんか普通にそのままコピーしているのが A 面で、うん、なんか裏側はそのビル・オルコットが それをこう解釈してあの即興みたいな感じで演奏するみたいな、うん、あのアルバムとかを出してたりするらしくて、でそのエヴァン・ラポルトの人がエヴァン・ラポルトってそのあの、まあ、パンクにおけるその人種主義みたいなことの研究してる人の最後に出てくるのがビル・オルコットなんですよ、うん、面白いね、ハリー・プッシーのビル・オルコット。それおもろい。てかそんなこと考えてるやつさ、なんかその、うん、俺ら以外いるの？俺らっていうかそのなんていうか、ハリー・プッシーとかなんかその好きで、なんかそのなんかまあなんか言うてもやっぱすごいなんか90年代で終わってたバンドだから、うん、なんかそのカルトだったのに、なんかそのなんかそれをこうなんていうか掘り起こしてきて、まあでも確かにそのなんていうかぶっちゃけそのハードコア以降ってそのなんかまあブルースのそのコード進行とかみたいなもの自体をこうなんかまあ引き継ぐようなものっていうのはパンクのハードコア以降ってそこまでサウンドとして思いつかないけど、うん、まあでもまあ90年代最後にあのビル・オルコットが出てきて、うん、本当にビル・オルコットとハリー・プッシュが出てきて、その本当ビーフハート直系のハードコアっていうか、パンクみたいなのをやったっていうことは、やっぱ聞いてる人はわかるみたいな、うん。だからなんか それはすごい。こんな研究者いるんだと。ちなみに、いつの本、ダメージとは？これが2020年ぐらいですね。ああ、最近、結構最近なんだね。結構最近の本ですね。だから、もちろんその、なんて言うんだろう、文献の調べやすさみたいなところとかも、うん、含めてすごい、もう、まあ、あの、最新だとは思うんですけど。そういうことは当然、まだ要所しかないってことですよね。ちょっと誰か翻訳してもらえないですか？あの、あれはできます。はい。あの、私が翻訳したやつだったら。あ、あるんですか？いや、いいな。ありがとうございます。